バッハ広島入りね、なんでしょうね、別に何と言いますか、広島に何かね思いがあるんだったら別にこういう時についでに来るんじゃなくって、去年とか一昨年でもね、この方長い人生の中でいくらでも来れたタイミングがあったと思うんですよ。でも今回みたいに、まあ、オリンピック来ました、まあ、ついでに広島行っとくかみたいな感じでね、広島に行くっていうのはまあしょぼいなという気もしますし、まあずうずうしいというところもありますし、恥ずかしくないのかなと全然これね、あの被爆者に敬意の気持ちとかないわけですよ、こんなの。いや本当にひどい人間がいたもんですね、まあ何と言いますかね、あのまあ高慢さを絵に描いたようなものですし、それを受け入れる湯崎知事もね、まあ本当どしがたいというか、まあ、湯崎さんっていうのはね、こういうふうな人間なんですよね。今回のことだけでなくても、なんか本当に湯崎知事も断るぐらいのことすればいいんですけども、まあ、しょうがないですよね。言いなりですから、こういう方も。で、なんか歓迎会があるわけでしょ、バッハさんの歓迎会とか言ってね。だから本当に今年特に思いますけども、この頂点に IOC のバッハ会長がいる、この人のイベントを成功させるために組みしている人はもう隅から隅までね、反省してもらいたいなと思うんですよね。もちろん自分の仕事、キャリア、出世、家族を守るための金、こういったものに群がっているんで、もう出来上がっちゃってしょうがないと思うんですけどね。まあでもこのオリンピックの恩恵を受けてない人の方が多いわけですよ。どっちかっていうとオリンピックが邪魔になってるね。オリンピックさえなければこうだったのに、ああだったのにっていうのね。まあ言ってみれば空襲が起きてるのもんですよね。空襲で空から爆弾が落ちてきてね、司令官は安全なところから指示してると。で、現場で苦しんでるのは一般市民であったりで、実際にね爆弾を落とす兵隊であったりね、なんか実行部隊っていうのがね、結局は辛い思いをして、で高みの見物をしてる人は名前を残すというね、まあひどいもんですね、いやいや本当にね、なんかオリンピックはね、オリンピック選手にすらもう怒りが込み上げてきますね。もうオリンピックの選手さえいなければオリンピックなんてないのになというところまで来ちゃうわけですよ。選手の方ね、まあ、自分の発表の場さえあればいいんですかね。これ誰かを励ますとかね、誰かのためにっていうことには全くなってないですから。であと挙句にはあれでしょ、楽曲提供してる人が、こう障害を持たれてる方を迫害してきた、そういうふうな人間で、叩かれたら反省するわけでしょ、この人も。叩かれたら、ね、叩かれてなければ多分反省なんてしてないし、今回ね当事者の方に謝りたいとか言ってますけども、まあ多分これはもうやってしまったことってのは終わらないでしょうね。これ済まないでしょうね。そのぐらいそのいじめっていうのは昔からずっと問題視されていて、いじめた方はね過去の出来事って思いますけども、いじめられた方っていうのは本当にそこでね生命の選択が決まってしまいますから、生涯笑えることはないし、そういったいじめられた過去を持つ周りの方も怒り込み上げてね、思い出すこともないことなのに今回また強制的に思い出されて2度目のいじめを受けてるのもんなんで、多分どこまでも許されないんじゃないですか、こういう人は。ましてやそれをわざわざ選んでね、オリンピックの代表曲を作らせるような、オリンピックの、その組織委員会 もう、ね、終わってるというかね、オリンピックいいところが隅から隅まで何にもないというふうに私は思うんですけどね、今回ねそれほどまでオリンピックが邪魔だと思わなかったんですけども、ここまでねオリンピックが邪魔になっているものかと思うと腹立たしい思いがしますね、何の役にも立ってないと。それこそオリンピックでだだ流した3兆円とも言われてるねこの経費、これをもっとね直接的に国民のために使えればどんなに良かっただろうかと。結局オリンピックの放送権とかスポンサー料とかありますけども、さらに国民から金をむしろうっていう魂胆じゃないですか、これは。ね、広告料が乗っかって商品を私たち買わされるわけでしょ。放映権によってやっぱ誰からか誰からにお金が流れて、私たちはそこに対して全然受け取れるわけではないわけですよ。まあ金のことばっかり言うわけじゃないんですけど、私はまあ個人的に見ればどっちでもいいんですけどもね。ただこの国をものすごく衰退させて
陳腐なものにしてるのはこのオリンピックであることは間違いないと思いますね。オリンピックの選手の方とか選手を育てる方もオリンピックに参加することによってそれが全部台無しになるってことをそろそろ自覚していただきたいかなと思いますね。こういうことを言うと当事者の方怒ると思いますけども、逆ですよ。オリンピックによって犠牲になっているものがどのぐらいあるかってことなんですよ。でそれを作ってるのがオリンピックの選手の方なんで、とてもじゃないけどね、受け入れられないかなと思います。もちろんもともと選手の方に罪はなかったんですけども、ここまでねオリンピックが言ってみれば人を苛むものになってしまった以上、そこに参加するってことは侵略戦争に参加する、兵隊のようなもんですよね。オリンピックの選手は人を苦しめていると、誰かを苛んでいるということに気がつかないといけないんじゃないかなと思いますね。いやこんなにねひどいオリンピックに対する印象を持つとは思わなかったですけどね。昨年の今頃はそこまで思わなかったんですけども、知れば知るほどオリンピックをまとめる人間の力量とくだらなさが出てきて、本当に腹立たしいなと。そこに集まる選手の方ももう二足三門ってことなんですよ。これはこれバカ会長のためにやってるんですよ。この人むちゃくちゃじゃないですか。でそれに群がる利権小池、利権菅ね、で選手たちね、何でしょうね、スポーツマンシップはオリンピックには全く当てはまらないということじゃないですか。もちろんそういう大会だと思って参加するならいいんじゃないですかね。選手宣誓なんてまあやらないことですよ。まあ、以上でございます。